皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。昨年の5月から在来種の保全そして育成に関わる法案を準備をしてきました。でその法案の概要がようやく出来上がってきましたので、それと同時にですね、今回ポリポリという POLI というポリティクスのポリですね、ポリポリというサイトの方にですね、この法案についてのぜひこういった提案をさせていただいて、ぜひ皆さんからコメントですとか賛同をいただいて、そちらでこの法案の作成についての進捗など報告させていただくというサイトを作っていただきました。でそれぜひ見ていただいて、このブログでも紹介をさせていただきますので、ぜひ SNS などで拡散をしていただいて、ぜひこの賛同していただける方を増やしていければというふうに思っています。政治参加っていうのはなかなか法案を作るとかですね、そういった作業に実際関わってもらうことっていうのは大変、なかなかこう同時にやっていくことっていうのは難しいんですけれども、ぜひこういった新しく、この、インターネットを介してのサイトを介して、そうやって皆さんが参加しやすい政治参加型の新しいツールとして、このポリポリというのができたということで、私もたまたまですね、偶然こういうサイトで、こういったそのビジュアルを使って、法案についての説明など分かりやすく、本当に若い人たちが分かるように、作るということでやっているということで、ぜひこれを一緒にやっていきたいと思って今取り組ませていただいております。で、今政治はですね、本当にその、いろんなスキャンダルですとか、それから今そのコロナのことが、大変その、大きな、問題としてあって、それがほとんどメインに政治の、質問でもなっています。ただ一方で、いろんな法案っていうのは国会に提出される法案というのは、内閣が提出をする閣法と言われるものが、国会の前半ではほとんど主に取り上げられていくんですが、国会の会期末、6月に近づいていくにつれて、その議員立法という、国会議員というのは本来法律を作るのが立法府ですし、法律を作るのが国会議員の仕事ですけれども、その今国会議員として、こういう議員立法を提案する、それにあたっては、実は法制局という、これは内閣法制局というのが、大変いろいろ憲法の問題とかいろいろ出てきますけれども、それだけじゃなくて衆議院にも参議院にもそれぞれ法制局というのがあって、でこの法制局を通じて、この法案についての概要ですとか要項ですとか法文の条文とかですね、そういったものを作っていくということで、もう打ち合わせの何回も重ねてそういった法律案を作っていきます。でそういう意味でやっぱりぜひ法律案についてもですね、これからもっと詰めていかなければいけないところもあるんですが、これから、党の、まずは、自分が所属している党からこういった法案を提出できないかということで、まず議員立法登録というのを、この党の政調というところで政策調査会でまず通して、党内での賛同を得られるように、まず党の中のそういった部門会議があるんですけども、農林水産部門会議の方でこれを議論できるように、まずそういった部会長ですとか、それから党の中の議員立法担当の政調役員の人に今説明に上がっているところです。でそれからこれからそういう農水の部会の主要な人たちにそういった法案が概要までできてきたということで、今その説明に一人一人この足を運んで事務所で説明をさせていただくということで、これもこういう根回しというんですけども、そういうその事前にその部会に出る前に今法案についての説明を各議員とアポを取って説明をさせていただいています。で、中には今その補欠選挙なんかもありますので、補欠選挙があってその地元に入っていることが多いので、国会でなかなか今時間が取れないという方の中には、この農水の部会の中で説明を聞くから大丈夫だよと言ってくださる方もいるんですが、ぜひ本当こういう党内のまず意見をまとめていくこと、そしてその先にはですね、党内まず通ってからですけども、通ってそれを他の与野党
まあ、超党派でこれ作っていくってことになると、他の党の人たちにもこれを呼びかけていくっていうこともぜひ進めていきたいというふうに思っています。まあ、本当に法律を作るのは、まあ、本当になかなかタイミングが合わないと法律っていうのは成立をしないものですけれども、まあ、もちろん与党であれば数の力でもって通すことはできますが、まあ、こういう世論の機運の高まりとかですね、まあ、何かきっかけがあって法律っていうのは通すことができるようになっていきますので、まあ、ぜひこの在来種保全そして育成法案、まあ、ちょっと名前は変わってきましたけれども、そういう在来の農産物を、こういった守って、そして、その保存して、そしてこの、それを利用できるようにしていくための法律です。まあ、学校給食なので利用していくとかですね、まあ、いろいろあの方法はたくさんあるんですけれども、とにかくジーンバンクっていう種を、保存する期間を、まあ、しっかり地方自治体の中でしっかり作れるようにして、まあ、自治体主体でそれを国が支援するっていう形の法律にぜひしていきたいと思ってますので、まあ、ぜひまた法律の詳しいことについてはまた改めて皆さんに法案のその概要などを示しながら説明をできればと思っておりますので、近々そういった回もこの動画でさせていただきたいと思っています。今はちょっと途中経過ということで報告をさせていただきました。ぜひ関心のある方はぜひ去年の5月の動画で、これも結構たくさんの方に1年前にも見ていただいているんですが、そちらの種苗法の動画などもありますので、ぜひそちらもぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。